今回はですね、超おすすめな本棚をご紹介いたしたいと思います。新調しまして、本棚ね、はい、ででん、はい、これは3段と4段です。はい、これね、めちゃくちゃこの色がね、多くなんですけど、で、同じやつ3段と4段で、こっち4段ですね、同じ種類のやつです。はい、どうもー。おお、どうもー。はい、裏本ですね。これ何が入ってるんでしょうね。はい、いや、これね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃおしゃれでいいっすね、これ。これは良かった。はい、まあ本棚っていっぱいあると思うんですけど、これいいっすねこれめちゃくちゃいい。うん、で、サイズ感は、まあ、サイズ感もあんまでかく、あんまね、めちゃ、あの、なんだ、ここがあんまそんなにでかくないんで、24っすね、はい、これね、ちょっとね、ここのね、幅が、奥行きがあるとこ、あるやつあるんですけど、まあ2冊入りそうなやつね、これちょうど24でちょうどいいっすね。うん、これめっちゃもうバッチシハマりましたね。はい、だからこの3段と4段をうまく組み合わせると非常にいいんじゃないかなと思いますね。3段と4段を、まあ、まだね、本あるんで、また本棚は変えようかなと。まあ、上にもね、上にも本棚あるんですけど、まあ、下にもあります。こっちにもあるんですけど、こっちの、これはね、ニトリで買ったやつなんですけど、ここはね、奥行きがね、ちょっと、すごいあるんですよ。だからもう一冊いけるぐらいの奥行きがあって、これ多分ちょっと長いですね。うん。はい。で、上が、今度また、整理しようと思うんですけど、あれは売っちゃって、で、あそこにも本棚あるんですけど、これはね、ニトリなんですね。で、これはもうちょっと売っちゃって、これ売っちゃって、これニトリで同じのを買ってきて、で、ここに2個3個かな、同じやつ、これは売ってきます。合わないんで、はい、で、ここに本棚スペースですね、ブワーって、これだ、これ揃えて、うん、はい、まあ、こんな感じですかね。お、すごい、すごいな。ガチャピン、ガチャピン、こんな感じでございます。高さは4段は130ぐらいだったような気がします。130ぐらい、まあ180までいくとすげえ。180もね、ちょっと180のやついこうかなと思うんですけど、圧迫感あるし、これ138っすね。138ぐらい高さ、うん、まあだから高くもなく低くもなくちょうどいい感じっすね。まあ身長が150ですっていう人だったらちょっとあれかもしれないですけど、僕175身長なので、まあそこから見るとここも普通にこうちょうどいい感じなんで、これが180になると、まあ自分より上になるじゃないですか。うん、だからこのね、3段4段の組み合わせ非常にいいっすね。うん、3段4段の組み合わせ非常にいいと思います。まあ、これね、Amazon でもベストセラーになってますんで、Amazon でもベストセラーですね。はい、この YouTube の下に入れておきます。はい、でね、まあね、本はね、これなんで本、こんなに本あるのかっていうと、本はね、辞書なんですよ。辞書。なんか困った時にすぐパッて見れる。もちろんその電子書籍とかにした方がね、まあすげえモテるんですよ。ね、検索してどうのこう、検索機能もあるだろうし。だけど僕、電子書籍派じゃないんですよ。まあ、この本ですね。こういうリアルの。で、なんでかっていうと、
あのね、情報を見てるんだけど思い出にするんですよ。だからちょっと伝わりづらいかな。なんかそのまあ情報だけだったら電子書籍でもいいわけじゃないですか。ただしこの本をね、買った時の本を本屋さんで買った時の感覚だったりとか、本をこの 手触りですよね、手触りでこの本のこれを触ってこう読むっていう、このこれがいいんです。これがで、あとはこんね、なんかふと悩んだ時にうん、ああって取ってピッて見てもう終了僕ね、本を丸々一冊読むってことはあんまないんですよ。だって辞書をね、丸々一冊読みます？辞典、まあ辞典ですよね、国語辞典丸々一冊読む人ってまあまあ少ないじゃないですか。だから辞典ってどういうふうに使うかっていうと、まあ今はね、ググればいいだけなんですけど、あのなんか分かんない時に国語辞典でこう開いて、あ、なるほどそういうことかって使うじゃないですか。だから僕は本を読むことが前提じゃなくて使うことが前提なので、使おうと思った時に、これやろうかなと思った時になんかないかなっていう、わかります？だからみんな本を読むことが前提なんで、まあ本読んで終わりなんですけどこれね、いいっすね、本棚おすすめです。めちゃくちゃおすすめ、よかった。もうバッチシハマりましたね。バッチシハマりました。これいい感じですよ。あ、これね、カメラですね。これもカメラ、これいいっすね。オシャンティな感じでいいじゃないですか。あ、そうそう、ちょっとアヒル隊長持ってきていいですか。アヒル隊長、そう、アヒル隊長の隊長、アヒル隊長、隊長、隊長、隊長どこだ、隊長、隊長いた。アヒル隊長、これインスタにアップしよう。アヒル隊長の居場所ができましたね。アヒル隊長、ここに置けばいいじゃないですか。アヒル隊長、アヒル隊長、いいっすね、いいっすね。これね、リラックマもね、ちょっと、あ、ちょっとなんか、あ、こうしよう、まあ、ちょっとあの動画このね、絵面的にこれでできました。いいんじゃないですか、これいいんじゃないですか、これいいじゃないですか、いいじゃないですか、これいいっすね、いいっすね、いいっすね。38歳、僕38歳、ウィー、今年39歳ですけどね。39歳でアヒルちゃんって何やねんっていうね。まあ僕ね、最近思うんですけど、あの、どんどん子供になってきますね。どんどん子供化してきてますよ、僕は。うん、まあ自由に生きていくと、なんか、子供になっていくと思います。子供。遊び心ってやつですよね。自由人になりましょう。どんどん心だけは若返って、あの体力は衰えていくと、でも心はどんどん若返ってきますね、自由人になると。まあでもね、髪の毛はね、ちょっとね、ちょっと今頑張ってなんかいろいろやってるんですけどね、増えないですね、髪の毛ひげ、これひげのこの力をこっちに持ってってほしいですよね。ね、ヒゲってめんどくす、ヒゲな、ヒゲをこっちに持っていけないのかなっていうね。なんでここヒゲ強い、めっちゃ強くないですか、このヒゲ。ヒゲのこの生命力すごいじゃないですか。え、なんでその生命力頭に持ってこなかったの、これなんやねんみたいなね。これ、痛いじゃないですか、ヒゲって。すげえ硬いですよね。これこっちに持ってってほしいですよね。そしたら結構な極太の髪の毛ですよね。あの多分時代がね、僕は思うんですけど、あの今アートネイチャーでもね、一本をなんか一本にブワーくるんでブワーみたいなね、
まあ時代は進めばなんとかなるかなと。うん、多分ね、ハゲの悩みっていうのはね、時代の進化とともになくなると思うんですよね、ハゲの悩みは。うん、僕はそう信じてます。時代のテクノロジーでハゲはなんとかします。はい、ということで今回おすすめのね、本をご紹介させていただきました。この裏本ね、裏本お見せしましょう。これ裏本は、これ気になってる方いたんじゃないですか、裏本何入ってんだみたいなね。はい、違った意味で人生を変える南の島々。はい、非売品です。非売品、何が入ってるんでしょう。これね、高城剛さんです。高城剛さんのなんかイベント行った時に売られてて買ったんですけど、まあ本ですね。で、本なんだけども、あれれれあれれれめくれない。これね、めくれないんですよ、めくれない。で、ここになんかパス、なんか隠せるみたいな、ここにもまあいろいろちょっとこのたこう書いてあるんですけど、ここになんか入れられるっていう、隠せるっていう。これ初公開じゃないですか、初公開。あ、これちょっとスクショ裏本初公開にしよう。このね、裏本、これで会場ね、会場これで売られてましたからね。あ、なんか入ってた、なんか入ってたと思ったら、はい、これが入ってました。あれみたいな。これ何年前だ、これ結構前ですよ、もう。何年前だろうな、多分ね、6年前ぐらいだったと思います。5年前だったかな。なんかイベント行ったんですけど、あ、これ裏にもこんなのある。ほら、裏本気になってた人いるんじゃないですか。裏本ね、裏本ってなんやね。エロ本ちゃいますからね。では